アストロは GM が製造、シボレーブランドで販売していた自動車である。1985年当時、クライスラーが発売し、大成功を収めていたミニバン T115 の対抗策として発売された。駆動方式は当初は後輪駆動のみだったが、1990年モデルから四輪駆動も追加された。エンジンは排気量2.5リットルの直列4。 気筒ガソリンエンジンと4.3リットルの V 型6、気筒ガソリンエンジンが設定されている。燃費は V6 エンジン車で高速道路走行時1、US ガロンあたり18マイル、市街地走行で4から5キロメートル程度。サスペンションは、後輪はリーフスプリング、リジットアクスルで、前輪のサスペンションは駆動方式によって異なり、基本はダブルウィッシュボーンだが FR が、 コイルスプリング式、オードが、トーションビームを採用する。ボディは当初リアオーバーハングが短かったが、1993年からリアオーバーハングを10インチ伸ばした、エクステンドモデルが登場。1994年からはエクステンドが標準となった。リアドアは2種類あり、観音開きの他に1992年モデルから、ダッチドアと呼ばれる上、跳ね上げ、下。 観音開きのものが設定されている。これはバックミラーの視界を確保するために採用されたもので、通常の観音開きでは中央がドアの窓枠のため視界が遮られるが、ダッチドアではそれがなくなった分視界が広がり、リアワイパーも装備できるようになった。1995年にモデルチェンジを受けたが、2005年モデル限りで生産終了し、 アストロを生産しているボルチモアの工場も閉鎖された。所有していたところジョージがネコパブリッシングの自動車雑誌デートナで取り上げたことにより、1990年代前半より並行輸入が盛んになり、三井物産オートモーティブが窓口となってベースタークラフト社でカスタマイズされたコンバージョン版を正規輸入。1993年からは当時、 GM 社のインポーターであった柳瀬が正規輸入を開始し、一時は姉妹社の GMC サファリを含めて年間1万台近くも輸入されたこともあった。1995年にモデルチェンジ後、米国使用者の全商等は上位、注意グレードは当時のシボレーのピックアップトラックと同じ、コンビネーションランプを採用したシェビートラックマスク、原価グレードと貨物車使用は、 角形に等を採用していたが、柳瀬と三井物産の正規輸入車は上位グレードにもかかわらずしばらくの間は平行輸入車との識別のため角形に等を、1999年モデルから正規輸入車もコンビネーションランプに変更された。しかし、日本で使うには大きすぎる上、左ハンドルでしかもスライドドアが右側しかなく、日本で使うには不便であった。 後にインポーターは日本 GM、最終的には鈴木が担当した。スタークラフト、スタークラフトシボレアストロ、GMC サファリは本来は主に商用として使用される車種だが、FRP 製のハイルーフや、革張りシートにウッドパネルに、シャンデリアといった豪華な内装にカスタマイズされたコンバージョン版となった車も多く、アメリカでは様々なコーチビルダーが存在する。 車体の後部を大幅に改造して、キャンピングカーとなった車もあるが、2001年に特殊用途自動車の構造要件が厳しくなるまでは、コンバージョンでも、後部の構造と装備品が、所定の条件を満たせば、キャンピングカー扱いで登録できた。そのため、普通乗用車扱いの3ナンバーでの登録以上に、貨物自動車扱いの1ナンバーや、特殊用途自動車扱いの8ナンバー登録された。 車が多い。なお、三井物産が当時輸入していた、スタークラフトとティアラは全、モデルとも8ナンバーとなっており、ヤナセが輸入していたモデルは限定車、ガルフストリームおよびキャンピング仕様の特装車、ホレシエスタは8ナンバーとなっていた。しかし並行輸入車の中には、エンブレムやステッカーだけ貼っただけの車両や、無名ブランドのコンバージョンを、アストロコンバージョンと称する。 またエアロパーツを装着したり足回りの改造で車高を落としてサファリローライダーと称する等の手法で販売された車両も少なからず存在する。逆にオフロードカーのようにリフトアップの改造ベースになることも多い。主なコンバージョンアストロ、サファリのブランドアストロは英語で星の天体のを意味する。チェビートラックマスク、チェビーはシボレーの愛称当時北米仕様の コンビネーションランプは日本の保安基準には適合しなかったと言われている。ありがとうございます。